きましょう。さあ来た、バーガーファクトリーさんのダブルチーズバーガー、重い。肉の中にすごい大きい塊の肉がいっぱい入ってる。ほら分かるかな、これタイトルマッチ終わった後とかビッグマッチ終わった後に美味しいバーガー屋さん行って腹いっぱい食うっていうのはね、もうねバーガーはご褒美飯ですからね。これ肉好きにはたまらんですね。これでかい。柔らかい。やっぱタンパク質が多く含まれてるんで食べた瞬間に筋肉になってますんで、鶏だったら2話3話いけますんでね、チェローナ。もう肉から目を離せないっていうか、筋肉で言えばトレーニングして休ませたら超回復って言って以前よりも強い肉になるので、この黒毛和牛の場合は一回こう休ませることによってさらに美味しくなる、超回復するという。ねえ、僕はね今国産牛を誇りたい気持ちになってますよ。日本のお肉って本当美味しいなと改めて思います。